大会一週間、あ、間違えた。大会減量期だ、マジやべえ。大会5日前のもうフラフラな状態、減量末期で腕トレ本気で追い込んだら何センチあるのかーい。おー、そういうことね。はい、まあ僕も測ってなくて、腕トレ1回も減量入ってからやってないんですよ。そうだよね、腕は封印させられたの。そうです、うんうん、久しぶりの腕トレなんですけど、うん、やったらどのぐらいなのか、今どのぐらいなんだろう、あります。ちょっと見ちゃって、ちょっと前ぐらい39パンプした40いくかも。あ、行くと思う、行くと思う。本当ですか。行く行く行く。でもやっぱなくなったね。なくなりましたね。でもね、ポーズ取ると39センチには見えない。本当にあるよ、ね、本当ですか。うん、やっぱボディケアじゃない今後ね、いくかはそうなるかもしれないけどじゃあまあとりあえず腕追い込んで、え、どれくらい重要なの。普通にストレートセットなのか、はい、もう本当にジャイアントセットみたいな感じで、もう一気に2投3投をもう本当に30分ぐらいでバッてやるか。ジャイアントセット、はい、一周で終わりだから。この一周が終わったら終わりなの。全部で6種目、はい、もうあれも終わってないよ。あ、俺も待ってないよ。君がいなくなった日々も、やります。じゃあすごっ、お願いします。はい、見せろ。はい、あ、いいね、2頭めちゃくちゃ絞れてるね。はい、はい、どうした。まだいいです。見せろ。はい、はい、見せろ。はい、はい、うわっ、はい、動いて。まだいけるでしょ。まだいけるよ。まだいける。はい、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 OK。はい。そしたら、ちょっとあれだな、あれだから、もう一回これいこう。なんか、生ぬるい。うん、6種目で終わらすっていうのもあれだから、ちょっと頭回ってない。もう一回これいきます。はい、もうすぐいった方がいいですか。うん、これで終わらすか。うわっ、3度やってたからさ、2度休憩してる。はい、せの。うわー、はい、はい、あと2回、せの。はい、よっしゃ。はい、OK、 OK、 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 うわー、はい、なんか、去年のこんな感じを思い出すな。そうそうそう、頑張れ。バトルさせない、バトルさせない。痛っ、はい、ちょっと雑になってきてる。頑張れ。はい、もうちょっと伸ばして、うん、きつい。うい、20だよ。もう右やってる時左休んでるから、まあこれ絞れるよ。これはきついな。オッケー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 。変なしてできた。ギュッギュッと、もうちょっと伸ばして。いや、いい二頭してるよな、マジ。もったいないよな、この二頭。ボディビルで生かせるよ、この二頭。オッケーオッケーオッケー。はい、はい。もう一回いこうか、これ。マジ？これで終わらすか。もう、もういきますか。三頭。で、もう、あともう二種目くらいやって終わりだから。腕トレ嫌いかもしれない俺。したらちょっとハイレップ気味にいこうか。もうちょい下ろして、下ろして、しっかり下ろして。で、もうなんかここでグッとグッと、今日ちょっと止めるイメージ。うっ、うわ、これきつい。ちょっと重い、細身じゃないだ。ちょっと肩上がってんな。え、なんで。ちょっとびっくりするんだよ。ごめん、今散歩行くの。乱入だよ。よっと、もし行けなくなったらもうこのまんま下ろす。このまんま下ろしてもう行くところまで。そうで、じゃあこれ1頭を行って、今2頭休んでる。もう一回行くよ。はい、めちゃめちゃやっぱ結局戦闘数増えてる。もうちょい前で、これでうわー、やべー、
10分ちょっとやってんじゃないかな。絞れる、絞れるよこれは。ラスト、はい、オッケー。まあこんなんでいいんじゃない。カップした。わかんないっす。40 41。ああ41だね。41点。やっぱボディビルだよ。やっぱほら今それでさ39センチが今41.2ぐらい。いやでかいよ。ちょこっち見て。今やカメラの向いてる。ああ、もうねこうやってやるとねマジで腕がね悪目立ちしてる。やっぱやらなくてよかったね。腕ですよ、ね、ちょもう一回やって。うわ、悪目立ちしてるわ、2頭と3頭が。でかすぎて。うん。ちょ、フィジックポーズやって。肩がちっちゃく見えるね。あんまもう、わかんないけど、何に言われてるかわかんないけど、2頭とかパンプさせんなって言われてない。いや、どうす。そうだよね。絶対しちゃダメ。もう一回やって。肩がちっちゃく見えるから、もうパンプさせちゃダメだ。肩だけでパンプさせんだったら。もう一回ダブルポーズやって。悪目立ちしてるわ。悪目立ちしてる。もう、にその腕のデカさだけで言ったら結構デカい本当に。はい、減量マッキーつかつかの状態でもフルパンプしたら41なんだ。増量だったら43ぐらいのやつ取ってきちゃう。あ、行くと思うよ全然フルパンプさせたら、うん、いやもうやっぱ今このフレックスでもうダラーンとしてる状態でやっぱもう二頭がさ悪目立ちしちゃってここはね、うん、そこ悪目立ちしてなんか胸がなんか他ちゃんとパンプさせたらまだ若干マシにはなるじゃないですか絶対的に。そりゃそうなんだけど、うん、ちょもう一回ダブルパンやって。腕だけ異次元だな。いや、いいと思うよ、ね、それを生かすのは本当はボディビルでも二頭に全部合わせていったらとんでもない選手になる。ボディビルそれボディビルだね。フィジークもでもここに合わせて全部ついていけばめちゃめちゃめちゃくちゃいいと思う。めちゃくちゃいいと思う。すげえいいと思う。フィジークで頑張りたいなっていうのがあるんで腕を封印したのはマジで正解だと思う。ここだけなんかポコってなるんですよなぜか。これはすごいね。はい、ということで今回の企画41センチということで。いや、すごいと思う。さゆさんで今ノーパンプで41センチぐらいですか。そう、大体そんなもん41。じゃあ腕だけパンプしたらコールドサイヤに追いつくんですか。あ、追いつく追いつく。あ、今ほんと41だ。ここで見ると腕のアトレでした。